はい、皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。製麺機です。今日もね、宅飲みの準備が整いましたので、早速宅飲みやっていきたいと思います。で、今日はね、この間買って食べなかったね、カツ、お惣菜のカツ、ハーフのカツで、カツ煮を作りましたね。卵でちょっと閉じてね、カツ煮にしました。で、本当はね、お刺身食べたかったんですよ、今日。お刺身食べようと思ってね、日本酒買ったんですけど、桃川さんね、いつもの桃川さん、青森のね、地酒、青森県の地酒ね、買って、いざね、先にお酒買って、ね、お酒重いんで、先にお酒買って、リュックに入れて、ほんで、買い物する感じでやってるんで、で、先に買って、で、お刺身のコーナー見たら全然ね、高くて、お刺身のね、二種盛りが、二種盛りでね、460円とかしてて、とても高くて買えないなと思って、で、普通のね、カツオのたたきも売ってなくて、で、カツオのたたきのサラダっていうのをね、買ってみました。なんか、ポン酢&ガーリックマヨって食べる、こういうね、ガーリックマヨのね、こうソースがついてるんですけど、今日はね、ちょっとこれでね、宅飲みになりました。本当はね、カツオのたたきにはね、芋焼酎を合わせたいんですけども、ちょっとね、お刺身高くて買えなかったんでね、今日はこういう形になりました。あと、お惣菜のひじき。ひじきね、安かったんでひじきも買って、今日はね、これで宅飲みやっていきたいと思います。では、飲み物はね、これも安かったんですよ。レモンドの、鬼レモン、これでアルコール度数は、アルコール度数 7% ですね。レモン2個分の果汁ってことでね、これがね、ちょっとお安くて税抜きでね、88円とかだったんですよ。なんで安いなと思って、今日はね、これ買ってきましたね。レモンド、今日はこれでスタートしたいと思います。よいしょ。では、今日もね、皆さん一日お疲れ様でした。では、お先に失礼していただきたいと思います。じゃあ、シュワシュワで乾杯、いただきます。あ、すごい濃い。ほら、やっぱり色がね、濃い。うん。あ、味が濃い。でもそこまでね、わっすぱーいってほどではない。果汁が濃いけど、果汁は少し濃いめ、ほら、わかる。けどそこまでね、わレモンでわっすぱーいってほど酸っぱくはなくて美味しい。うん。ではじゃあ先にこっち食べてみようかな。カツオのたたきのサラダ、398円。ね、税込み430円。こういうね、ポン酢で食べるやつね、マヨポン酢、ガーリックマヨポン酢。よいしょ。一応念のためにね、普通の、だし醤油と生姜とニンニクのすりおろしも用意してますけど、こういう感じですね。こういう感じで、ここにガーリックマヨとポン酢のソースがついてるとね。これ全部いっぺんにかけちゃうと美味しくないかなって時にちょっときついから、どうするか、ちょっこっち半分、こっち半分これにしてみようかなね。じゃあうまく撮影できるかな。いきます。ちょっと待って、こうやればいいのかな。じゃあちょっといきますよ。あ、ポン酢の方が先にシャバシャバっと出ちゃって、こうですね、こんな感じになりました。
でも美味しいのかな、ガーリックマヨのとポン酢。この端っこちょっと、あ、ちょっとネギ、おネギ少し乗っけて、これをいただいてみたいと思います。ポン酢も流れちゃってもいただきます。うん、やっぱ普通に食べた方が私は好みかな。うん、うん、青森のね、地酒桃川さんね、よいしょ、上北郡奥入瀬町っていうところにあるね、桃川株式会社さんのお酒、青森県の地酒ですね。よいしょ、じゃあ日本酒いただきます。うん、あ、やっぱガーリックだからな、日本酒合わんかもしれないな。うん、お酒自体は美味しい。うん、ではちょっとひじきでね、ちょっと口の中を味変して、よいしょ、レンコン、大きいレンコン入ってる、あーってない、ピンとこんな感じね、大きいレンコンが入ってます。よいしょ、いただきます。うんうんうん、うん、シャキシャキしてて美味しい。油揚げ、うん、晩酌動画は短いかな。ね、もうこれしかないし。いや、キリンのね、淡麗のプラチナダブル、いつものやつ。よいしょ。おお。ちょっと一口飲もうかな。はい、ではね、次はカツ煮食べてみようかな。こんな感じね。これハーフの、あのお惣菜のカツでね、スーパーので、卵でね、ちょっと閉じて、こんな感じですね。これはね、220何円とかだったかな、ハーフでとんかつね。で、まあ卵もね、1個だけなんで、そんなにね、高くない。6個パックで200円くらいの、220円とかだったかな、の卵ですね。で、まあ、玉ねぎのスライスが入って、まあ、それだけなんで。よいしょ。こんな感じですね。では、カツね、カツとじいただきます。うん、あ、すごい厚みがあるから食べ応えがある、すごいわ。うん、玉ねぎと卵、うん、おいしい。
ではじゃあカツオ、カツオのたたき、マヨじゃない方、かけてない方、こっち食べてみようかな。普通に薬味も一緒に、薬味と一緒にね。だし醤油とニンニクのすりおろしと生姜のすりおろし、もうちょっとしっかりつけて、薬味をちょっとつけて、これでいただきます。うん、こっちの方が私は好きだな。うん、日本酒、青森県の地酒、桃川さんね。よいしょ、今日はこの辺で動画締めさせていただこうかな。もうちょっとだ、あ、もうこれ一口食べちゃうか。じゃあ最近日本酒飲んで、うん、辛口で美味しい。これなんてあれですよ、めんつゆ、あの2倍濃縮のめんつゆ大さじ1と、あとすき焼きの割り下ね、すき焼きの割り下大さじ1と、あとお水を大さじ2杯、それだけ。うん、前はねもっとねみりん入れたりだとかなんだかしてたんですけど、日本酒使ってみたりだとかしてたんですけどもね、もうそれでも普通に美味しく食べられる、めんつゆ大さじ1と、すき焼きの割り下大さじ1と、お水大さじ2ね。うん、それで、玉ねぎのスライスをちょっと軽く最初煮て、で、カツオ。これはハーフね、ハーフ。まあ、二分の一人分ぐらい、一人分ぐらいかな。の、分量でね。で、カツハーフで、で、卵を、一個ね、溶いて、蓋して、ちょっとこう、軽く固まるまで待ってっていう感じですね。うんうんうん。あと、お好みで、だしの素を少し足してもいいかもしれない。うん。めんつゆ使ってて、めんつゆにかつおだし入ってますけど、ちょっとかつおだしの風味もうちょっと欲しいなっていう方は、本だしをちょっとこう入れてみたりとかすると、いいかもしれないです。よいしょ。じゃ、この残ったやつ食べちゃう。すごい肉厚で美味しい、このかつ。ほら。こんななの分かる？この肉厚なの。ほら。ね。じゃあ残ったやつ。うん、すごい。うん、こんなんですよ、ほら。あ、ご飯欲しくなるな。たまねぎ。うん。ちょうどいい。うん、あともう少しやっぱかつおだし効いててもいいかもしれないけど、おいしい。うん、キリン種ね。また他の方のね宅飲み動画とか見ながらね、晩食続き食べて飲んでいきたいと思います。では今日も最後までご視聴していただきましてありがとうございました。またね動画編集してアップしたいと思うのでよろしくお願いします。